はい、皆さんこんばんは。実は明日ゴルフの計測会があります。試合のようなもんです。で、僕はですねパターを練習しています。自分は毎回40回以上パターを叩いてしまうので、このパターが肝なんですけれども、いかんせんダメです。でですね、そこでですね、とあるメーカーの人がですね、私にこの謎のマシンを送ってきてくれたんです。パター練習しなさい。で、僕は今日この本やこれを開けてですねパターで練習しようと思うので、皆さんにご紹介します。プラス1、目標距離 1.2m に対して 3.8m 打ちましたよ、距離的には。でも全然目標ここだとしたらこんなとこ出ちゃいましたっていうのを教えてくれる、インバーディースマートプラス。お、今は0度の開きで 2.1、 叩きすぎ。また打ちすぎた。2度開いて 2.0m。 私には 1m を 1.2m 打つ力がない。どうよ。ナイスナイス。ほら 1.2、 ちょっと開いたのかな。ここにあってナイス 1.2 距離来ました。で、自分の距離感と最初のフェースの開きを確認してくれるマシンです。目標距離の変更の仕方をお伝えします。ここにですねセンサーがあるので、ここにパターを置くとです、ほら2m になった。向こう行きますよ。3m になった。5m になった。ここに置けばいいんです。で、全部で10、15、目標距離なし、2、2、3、5というふうにあります。で、ボールをセットすると、はい打ってくださいっていうモードになります。1.5m マイナス3度、3.8m で、ボールはここに行きました。打ったらボールの方向を見ないで、ここに注目すれば頭も残るということを考えて、多分ここにこういう電光掲示板みたいなのがあるんじゃないのかなと思います。で、これですね、実はアプリがありまして、これ見てください。アプリね、今打った5メートルの距離で 3.1、まあ、ここに行きましたよって、全然足りてないですよってことをこっちでも教えてくれる。こっちの方が見やすいかなと思います。で、目標距離実はアプリからでも変えれて、10になったらここも10になるね。もう一個、速さを変われる。グリーンが速いときはこのファーストを押してみると、速くなる。5メートルでやってみましょうか。マイナス1度、プラス2度、6メートル。あ、これ 3.5 くらいだ。お、4.5。 アプリを見ると入ったと教えてくれてますね。細かなポイントとして、まっすぐ打つとここですよって話もあるんですけど、こいつは帰ってきてくれるんで、ボールを返してくれるんで、まあ、こう打つとポーンと返ってくる。5メートルくらい打つと、ほら返ってくる。7メートル打つと返ってくる感じってことができていいんじゃないかなと思います。2メートルで19連続、この丸に入ったら OK をやってから寝ようと思います。できなくても寝るかもしれません。はい、このインバーディーのことについては詳細は概要欄とコメント欄に書いてありますので、皆さん気になった方はチェックしてみてください。ありがとうございます。4.9 入った。5.7 入った。ちょっと引っ張ったけど 5.7。 これ 4.8 くらい。ほら来た、 4.8 来た。これも来た、これ 4.9 4.8、 ほら来た 13%。 こうやって喜んで楽しむもんなんだ。